三軍入り乱れての戦場を支配したのは、突如姿を現したハイサンドの俊英エグスアム・マーシャルだった。形勢不利と見たアブローラ将軍は急遽撤退。戦いは意外な形で幕を閉じる。Chapitre 8, acte 3, le cœur et la bouche et l'action. Hein ? J'ai mal lu un truc, je crois. ここは当主の場所だ。今すぐに降りろ。あいにくここはもう我らの城だ。ウォルフォート城は落ちた。我が切り札の一撃でな。あの紫色の炎はハイサンドの新兵器ですね。そう、異邦院が開発した魔力結晶だ。まだ未完成だが威力は見ての通り。反抗するならもう一度使うことも。わかりました。民に被害を出すわけにはいかない。良い心がけだ。みんな外せ。はっ。何のおつもりで。若くして才能を示すと敵も多い。従えるには演出も不可欠ということだ。Tiens, qu'est-ce que je disais? セレノア殿、私はあなたと話をしに来た。引き入れてくれればすぐにここを去ろう。En fait, lors de notre accueil à Isante, lors de notre première visite, il avait été particulièrement amical et ça avait l'air honnête en fait.一体どのような女神の恵みに寄生し、私腹を肥やす輩を私は駆逐したい。君たちにその一助となってほしい。伺いましょう。詳しい話の前にこれを。それは異邦院で作らせたシモン殿の薬だ。なぜシモン様が倒れたことを知っている。やはり噂は事実だったか。鎌をかけたな。薬は本物だ。真の像の発作に効く。恩に来ます。何、これから貴公らに頼むことに比べればささやかな土産に過ぎない。取引ということですか。そうだ、あなた方もご存知のソルスレイ・エンデ。彼は古くより塩の扱いを任されたエンデ家の当主で、七星人の一人であるが、その権威を利用して塩を不正に横流しし利益を得ている。塩の不正売買。紹介を経ずに売りさばいているというわけですね。あらゆる取引を紹介が担うことで各国の均衡を図る。煙鉄大戦休戦時の協定に反する行為。そう、重大な背信行為であり、ハイサンドの恥ずべき汚点である。あれほど巨大な縁故であれば、隅々まで目が届くとは言えんでしょうが。無論、ソルスレイを野放しにした我らにも席はある。しかし、その売り先がエスフロストともなれば、由々しきことだ。
正な塩の売買、確かに耳にしたことがあります。それは話が早い。彼らは不正だけでなく他国を苦しめている。単価はできない。それで取引とは？彼を失脚させてもらいたい。あるいは殺せと。察しがよくて助かる。薬は差し上げよう。もちろん代物を開始する。良いのですか？当然だ。厄介な取引を頼むのだからな。断るという選択肢はないのですね。そういうことだ。では私はこれでお父上のご回復を祈っておりますよ。Ok. L'intervention d'Exam a mis fin à la bataille du port et Sorsley ne peut cacher son mécontentement. Comment vous faites, Sorsley-sama? Je suis en train de penser.エグスアムの介入は想定外でした。知らされていなかったのは我らのみ。教皇のご意向が示された可能性があります。手を打たねばならないのでは？塩の剣が露見したとあれば一巻の終わりです。分かっている。部下、貴様ならどうするというのだ？私はもちろんソルスレイ様のご命令通りに動きますが。だから策を出せと命令しているのだ。いえ、我らがどう動くべきかを。わかりません。わからないとは何だ。死ぬ気で考えんか。くそ、モルフォートの利用価値は高い。エグスアムに渡すわけにはいかんのだ。何としても奴らを取り込まねば。Tout le monde veut se servir de nous, en fait. Alors, intrigue de personnage, profitons-en.Un événement fortuit fait réaliser à Gila qu'elle et une autre personne ont beaucoup en commun. C'est la première intrigue d'un personnage qu'on a déjà, je crois. Oya, soto de tannen shite ita no de wa? Hi ga nai ichinichi tannen shite iru wake de wa nai. Tama ni wa kyūkei mo hitsuyō da.グリンブルク王国親衛隊心得その一。王家に仕える者、体調は常に万全であれ。いいですね、それ。公国侍女の掟その二は、思考常に明瞭にして、お仕えする人の先を取るべしでしたよ。なるほど。どうやらジーラと私は。似た者同士のようだな。お互いに主を支える立場というわけですか。ここだけの話、王家のおそばで使えるのは大変だなって思う時はなかったですか？いろいろ無茶ぶりをされてやってられないと思ったりとか。何を言う。私はそんなこと一度も思ったことはないぞ。そういうジーラはどうなのだ。あの広告の中で
地位を得る大変さは想像に難くないが。どうだったかしら。もう随分昔のことのように感じるわ。つかみどころのない人だ。チーラと話すといつも調子が狂ってしまう。似た者同士だ。ジーラの昔話を聞かせてくれないか。私は昔から力を持った誰かに使われるのではなく、自らの力で国を動かしたいと思っていたんです。というと？聖ハイサンド大教国生まれの私は異邦院で学び、そこで得た知識を人々のために役立てたいと思っていた。ですが秘密主義の異邦院では自由に学問を収めることは許されませんでした。がんじがらめの規則に嫌気がさして故郷を離れ、エスフロスト公国に向かったのです。エスフロスト公国の大書院では自由な研究が認められていたし、私にとっての理想郷でした。世界のすべてを知りたいくらいの勢いでがむしゃらに勉強していたある日のこと。お前がジーラか。大書院始まって以来の主催と聞くが本当か？それは分かりませんが、誰よりも努力はしているつもりです。なかなかの自信だな。物怖じしないところも気に入った。お前なら役に立つかもしれん。総帥に会わせてやろう。一緒に来い。それはどういう。黙ってついてくればいいのだ。悪いようにはせん。スバローグ殿の取り持ちで前総帥に謁見した私は、その場でフレデリカの教育係に任命されました。前総帥は娘であるフレデリカを気にかけてはいたのですが、正直扱いかねていたのでしょう。教育係を置くことで一定の重しになると考えたのではないでしょうか。なるほど、そんな思惑が。思いがけない成り行きに私は舞い上がりました。断る理由なんてありません。前総帥から後を継いだグスタドルフは出自や血筋など気にしない実力主義者でした。だから私はフレデリカの教育係を糸口に出世して、いつかエスフロストを動かす力になると誓ったのです。それがフレデリカとの出会いです。正直あの時はこれほど長い付き合いになるとは思ってませんでした。そして今はこんな状況でウォルフォート家にいる。本当に人生ってどうなるか分かりませんね。D'accord, les convictions de Serenor ont augmenté. Contrairement aux autres, en fait, là, c'est juste des petits bouts d'histoire, quoi. On apprend un petit peu le background des personnages. Oh, tiens. Putain, j'ai encore oublié de regarder pour les atouts. Point d'atout possédé, doux. C'est peut-être ça que je devrais prendre en premier.
Ah non, j'ai l'impression que tout le monde a gagné un point de pitié. Je sais pas. Hein. C'est lui qui avait fait le dernier coup sur la bataille précédente. Alors, il gagne un point de défense physique et un pity supplémentaire au début d'un combat. Et ça, c'est débloqué au niveau 15. Évidemment, plus de points de vie aussi, 2 points de vie. Ça, c'est débloqué au niveau 14. Bon, comme elle ne l'est pas encore, c'est peut-être pas le plus intéressant pour elle. Dague narcotique. À mon avis, ça va être le jet de poison, mais en plus, ça balance un coup de dague, quoi. Allez, go. D'espionne, elle passe assassin. Que je prends la bague dorée. Je la prends. Alors, à qui est-ce qu'on va mettre ça? À l'assassin. Il va falloir que je pense à utiliser les objets en combat là. Avant qu'ils servent plus à rien. Pas de nouvelle bataille. La chance, ça influe sur quoi ça? Peut-être les objets tombés. Ça coûte 6 fer. C'est beaucoup. On va prendre ça parce que je trouve qu'elle fait pas assez mal elle. Pourtant elle est très utile parce qu'elle peut se balader assez loin. Alors feu ou glace. Ce sera glace. Voilà, je suis ruiné. Quelque chose est en train de se passer dans la cellule sombre de Roland.
オデリア。し、お兄様、ここから逃げてください。ははーん、いたか。ダメだ、まだ上には黙っていろ。殺されるのは俺たちだ。ごめんなさい、お兄様。私がもっとうまくやっていれば。何を言う。お前の勇気には感服した。行くぞ、コーデリア。コーデリア。私は残ります。なぜここに残る意味がどこにある。私も王家の女です。ここでエスフロストの内情を暴きます。そして必ず父上たちの仇を。総帥の妃になるというのか。はい。必ず助けに来る。絶対に無理はするな、コーデリア。アイサンドはウォルフォート領から軍を引いたか。どうして制圧しなかったんだろう。アイサンドはウォルフォート家を我々への牽制に使うつもりなのだろう。表向きの状況は変わらんが、ウォルフォートの背後にはアイサンドがいると考えるべきだ。やっぱりアイサンドは油断できない国ね。アブローラの報告では紫の爆発を起こす新兵器を使ったそうだし。脅しにしか用いなかったところを見ると、おそらくまだ未完成なのだろうが、少々面倒なことになったな。私の失態です。敗北になれたくはないな、アブローラ。お前に期待するのは勝利だ。これ以上私を失望させるな。はい。タラース、ロラン王子の行方は。すまない兄さん、めぼしい情報はまだで。けど懸賞金を釣り上げて探させているんだ。じきに成果は出るはずさ。生きていれば厄介だ。必ず見つけ出せ。セレノア様、ロラン王子が戻られました。なんだって。王子は無事か。はい、お元気です。ロラン様。セレノア、この地に再び立つことを許してくれるか。もちろんです。アンナ、このことは。はい、内密に進めました。この件はここにいる皆様しかご存じありません。よし、誰もここには近づけさせる。コーデリアがグスタドルフの妃になる。近く公表されるだろう。兄様がコーデリア殿下と結婚を。そう、グリンブルクの王位を得ようというのだ。グスタドルフの目的は王位三奪だったと。だとすればドラガン殿の死は何のために。何をブツブツ言っておる、ベネディクト。
コーデリアは覚悟を決めたようだ。だが俺は何としても阻止したい。そこで皆に頼みがある。エス・フロストを倒す助けが欲しい。共に立ってくれ。どうした？申し上げにくいのですが、王子。領土こそ保っていますが、私たちには以前のような行動の自由はないのです。エス・フロストとハイサンドがウォルフォートを奪い合う格好となり、それで今はまず体制を立て直し、ハイサンドとの取引を果たさねばなりません。なるほど、領民のことを思えば当然だ。すまなかった、すぐにここを出る。俺がいてはいろいろと厄介の種になる。もう十分思い知った。待ってください。王子、こうなった以上、もはやノゼリアにあなたの居場所はありません。ならば私の策に乗りませんか？言ってくれるな。策とは何だ、モーセ。その手の指輪を捨てていただきたい。王家の証である指輪を？一体何のために？あなたに死んでいただくためです。Sinon, on peut le déguiser en meuf, hein. Après l'évasion de Roland, le sort de Cordelia est entre les mains de Gustadolve. なぜ私を咎めないのですか？兄を脱走させたのに。妻になる女の些細な気の迷いくらい許してやりたいと思っただけだ。私はあなたを決して許しません。ロランが逃げ込む場所など一つしかない。だが今ウォルフォートを落とせば、ハイサンドが黙ってはおるまい。よし、準備は整った。私がなす、必ずなす。ノゼリアを変えてみせる。Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans cette mine, bon sang. Il y a peut-être quand même un nouveau truc. Travis et Trish, les bandits, ont ramassé quelque chose près de la rivière. Hein ? J'ai ma petite idée. Quelque chose ou quelqu'un ? Kashira ! Kochi desu ! Iki daure ka ?確かに随分立派な身なりだな。親父、例の懸賞金の話覚えてるよな。はあ、俺もちょうど考えていたところだ。ひょっとするかもしれねえぞ。親父、
ージ見ろ、こいつの指。王家の紋章のついた指輪、こいつは間違いねえ、ロラン王子だ。C'est pas ce que je pensais, mais pas mal. Chaosano Kekka, Itaïwa Sonshou Hangeshku, Hambetsmo Muzkashiga, Okeno Yubiwa Hommono to Wakata. Ima, Kono Yubiwa Omotsmono, Corderia Igae Niva Hitorishka Inai. Loran Woods Tomite, Machimai Armai.あの懸賞金の方はタラース渡せ。はい。気前のいい男は嫌いじゃないね。あっけない。グリンブルク王国の最後がこれですか。守るべきは友より我が身。ウォルフォートは賢明だよ。彼らが王子を手放した今、我らがウォルフォートを攻める理由はない。逃げては見たものの、助けてくれる者はいなかったか。これで我らがウォルフォートにこだわる理由はなくなった。虚しいものです。あなたのお兄様、みんなに裏切られてかわいそうね。そのようなわけで、ウォルフォート家とは平和的に話がつきました。彼らの支援はお任せしますよ、ソルスレー殿。待て、貴公の領権を改めさせろ。ウォルフォート城を落としたのは貴公だ。なぜ奴らを支配しない。分かっておられるはずだ。我らが真に警戒すべきはエスフロスト公国。教皇は何よりエスフロストの真意を見極めたいとお考えです。それにはウォルフォートを自由にしておいた方が都合がいい。番犬としても使えるし、いざとなれば切り捨てることもできるというわけだな。いかにも力押しは愚者の戦い方ですからな。分かっておる。そうだ、ソルスレー殿、一つ教皇が心配されていましたよ。最近潮の採取量に異常はないかと。異常などない。ならよかった。若様、ハイサンドの七聖人ソルスレイ殿から使い鳥が来ました。我らの苦境を知り、ぜひ物資や資金を送りたい。ありがたい申し出だが、なぜ今の我々に手を差し伸べる。何か意図があるのでは。はい、残念ながら善意だけで動く者はハイサンドの七聖人にはなれません。しかもソルスレイ殿は他国との交流にずっと冷ややかな態度をとっていた人物。この援助は我々に恩を売り、ウォルフォート領に影響力を持つための布石と思われます。やはりそうか。しかし、傷ついた民や兵を癒すには物と金がいる。
エグスアム殿との取引も果たさねばなりません。探りを入れる好機でもあるかと。裏があるのはこちらも同じだな。ソルスレイ殿の申し出を受けよう。かしこまりました。対策は追って考えましょう。